ルノホー,ート1号は、ロシア語で、月面を歩くものという意味を持つ、ルノホート計画の一環として、ソビエト連邦により史上初めて月に送られた2機の無人、ローバーのうちの1機である。ルナ17号によって、月に運ばれた。ルノホートは、史上初めて他の天体の上に到着した、遠隔操作可能なロボットである。ルノホート1号は、 突上の大きな負担がついた八つの独立駆動をする、タイヤを備えたたらいのような形の月面車である。長さは2.3メートルである。ルノホートは円錐型のアンテナ、高指向性のヘリカルアンテナ、四つのテレビカメラ、月の土壌の密度や力学特性を試験するために、月面に衝突させられる特殊な拡張性装置を備えていた。また X 線分光系。 X 線望遠鏡、宇宙線検出器、レーザー装置も備えていた。蓋の下側には、月の昼間に太陽電池で再充電を行うバッテリーを積み、動力源としていた。真空の中を進むために、復化物でできた特別な潤滑油が用いられ、電気モーターは気圧を保った容器の中に収められた。月の夜間には、蓋は閉じ。 コロニウム210放射性同位体ヒーターで内部を活動温度まで温める。ルノーとは月面上で月の3日間働くように設計されていたが実際には月の11日間も作動した。ルナ17号は1970年11月10日14時44分1秒アトックに打ち上げられた。宇宙大気軌道に達した後、 ルナ17号の最終段のロケットが点火され、14時54分、アトックにつきに向かった。11月12日と14日に2度、手動で軌道の修正を行った後、11月15日22時、アトックにつき周回軌道に入った。11月17日3時47分アトックに探査機は、雨の海に南着陸し、6時28分アトックにローバーが、 月面に走り出た。ローバーは月の昼の間中走り、太陽電池でバッテリーを充電するために時々止まった。月の夜の間は、次の夜明けが来るまでは放射性物質の崩壊熱で内部を保温した。1970年1971年1971年9月14日13時5分、アトックにルノホート1号と地球との最後の通信セッションが終わった。 通信の回復が試みられたが、うまくはいかず、公式には、スプートニク1号の記念日にあたる10月4日をもって、ルノフォート1号の運用は終了した。地球時間で322日間にわたる運用で、ルノフォートは1万540メートルを移動し、2万枚を超える画像、206枚の高解像度パノラマ画像を地球に送信した。さらに、蛍光 X 線分光計や、 透過日時計を用いて500の異なった地点で月の土壌についての25の分析を行った。ルノフォート1号の最後の位置は長く不明とされたが2010年4月カリフォルニア大学サンディエゴ校のチームがアパッチポイント天文台でアメリカ航空宇宙局のルナーリコネサンスオービターを用いてレーザー測定ができる範囲にまでオービターを近づける実験を行い 4月22日と23日に月面までの距離を測定することに何度か成功した。その結果、立体的な月面の地図を描くことによって、現在のルノホート1号の位置を1メートルの精度で特定することができた。またチームはルノホート1号の反射鏡を用いて実験を行うことによって驚いたことに月面上のどの部位よりも高い反射率を測定した。 NASA の報道発表によると、研究チームのトム・マーフィーは、最初の挑戦デルノのートからの約2000個の光子を検出した。約40年経って、このローバーはまだ多くのことを語ってくれるとコメントしたという。2010年11月までに、ローバーの位置は約1センチメートルの精度で特定された。月の円に近い場所にあり、将来的に地球月系の性質を調べるのに、 役立つと期待されている。ありがとうございます。